皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけでですね、もう夏も終わりそうなので、逆に夏全開の格好をして夏をだんだんと締めていこうかなと思って、今日はこんな感じになりました。はい、というわけでですね、今月もいろいろお買い物をしたので、そちらの方を紹介していこうと思うんですけど、またなんかちょっといつもとは違うようなラインナップも多いんじゃないかな。というか、このね、紹介してる時にちょっと早速もう開けたかったんだけど、我慢して待ってたやつがあるので、そちらもね、開けていこうと思います。じゃあ最初どこから行こうかなと思うんだけど、前回9点のね、購入品の速報をしたと思うんだけど、その続きが来たのでチラッと紹介します。まあ物自体は紹介してたんでチラッとなっちゃうんですけど、まずはこちら。はい、届きました。こちらですね、 DM でいろいろくれた方も多いんですけど、なんかジョマロのやつの匂いに似てますよって言われたんだけど、髪の毛のパフュームヘアエッセンスってやつで、サンセットフリージアっていうやつを買ったんですけど、なんか結構いい匂いですよっていう風に言われた。で、嗅いだ時はいい匂いだけど、髪につけたらなんかちょっと微妙な匂いになったって方もいたので、またね、感じ方はそれぞれかもですけど、うん、あー確かにね、ジョマロ的な匂いだわ。でも最近こういう匂い多い気がする。あ、でもすごい軽い感じだね。あんまりトリートメント効果なさそうなぐらい、かなりこんな感じ、水分も多そうだね。まあでもまとまりは出そうな感じもするけど、結構ウォータリーな感じですね。特に私の髪にはつけててもすごい臭い感じにはなってこないけど、私結構この匂い好きかも。確かにライトめな香りなので、もちろんなんだろうね、案外飛んじゃいそうな気もするんですけど、一旦はいい香りしてますっていうやつですね。これを目代わりで買いましたね。次はですね、これなんかリップ299円だったんだよね。で、気になって買っちゃったやつね。これなんかすごい細身で、こういうリップって意外とないんですよね。リップって結構太めが多いじゃないですか。でもね、なんかそんなにすごい唇分厚いわけでもないから、細い方が私は基本的に塗りやすいから、自分がね、リップのセラム作る時も細めの方がなんか塗りやすいかなと思って、そのサイズにしたっていうのがあったんで、私は細めの方がね、基本的には好きなんですよね。こんなポケ、うん、あ、で、こっち側はちょっと皮みたいな、ジバンシーこういうデザインあるよね。すごいいいじゃん、細くて色も可愛っぽそうだよね。あ、可愛い、すごく可愛い感じで良さげですよ。ちょっとこれまた使ってみるけど、めちゃめちゃ細くて、しかもちょっと長めで良さそうな感じ。シャレてんじゃん、おしゃれっぴ。日本で作ったらね、こういう価格には絶対できないわけだけども、まあでもステイ系ではそんななさそうなので、めちゃめちゃね、落ちないってわけじゃなさそうですけど、良さそうですね。へえ、かわいい。はーい、じゃあ次9点で、そう、これ一番ね、気になってて、まだ着てないからね、いまいちあれなんですけど、レビューができないんですけど、じゃーん、この涼しいナイトブラみたいな。でも確かに接触冷感なんかも、これちょっとひんやりする気がする。素材的なものかな。こういう素材なので持ち上げる力とかは弱そうだよね。まあでも代わりにここは二重になってて、こういう感じで二重になってるので、前側はしっかりこう持ち上げてくれるような作用はありそうだけども、着てみた時にどういう感じかっていうところはあるよ。まあでもここがさ、締め付けがきつくないから、お肉が背中がこうモリッとしないっていうところはね、良さそうだし、あの下側のところはゴムが二重にというかなってるので、あのしっかりホールドはしてくれそうな感じがするんですけど、トータルつけてみた時どうなるのかなっていうのは気になってたところなので、これもちょっとレビューしますね。なんかもう涼しくなってきちゃったんだけど、もっと前に買えばよかったね、真夏の時にね。ね、でもこれでよかったらすごい涼しそうだし、胸がもう解放よね、胸が自由って感じですごい良さそうだよねっていうやつですね。はーい、私おバカだから、実は買ってないからさ、あ、今買わなきゃって言って買ってたんだけど、実はよく見たらね、買ってたんで、同じものをもう一個買ってました。同じ涼やかなタイプで、今度黒バージョンも、まあでも触り心地は全く一緒で、色が違うっていうだけなわけなんだけど、はい、涼しかったらいいよねっていうもの。でね、黒も買ってます。サイズはね、M ですね。で、私ってすごいね、全く同じものをもう一回同じように買ってたの。違う日なのに。なので、黒と水色2個ずつなっちゃった。お試しで買うから、そんなに一気に買うつもりなかったんだけど、ちょっとカートに変えてなかったと思ったら変えてたんで、2個来ました。そして、海外の韓国とか中国のサイズで買うとあるあるなんだけど、なぜか、シューレイシーズ。靴紐が1個ずつついてきましたね。靴紐は特に使わないんだけど、使う日が来るかもしれないからね、置いときましょう。
はい、次は一旦、うん、いつもあんまりすごい買い物する場所ではないんですけど、生活の木でお買い物したので、そちらをね紹介していきたいと思います。で、生活の木では、期間限定、この時期って秋口かな、夏過ぎぐらいに金木犀の香りのものがよく出ると思うんですよね。春はやっぱり桜がすごい多いし、秋は金木犀が多いと思うんですけど、やっぱり桜と金木犀の香りってなんか限定で出る香りで多いものランキング1位と2位っていう感じがするんだよね。なので私も金木犀大好きなんですよ。ってことで買ったのがこちらなんですけど、はーい、金木犀シリーズを2つほど買ったんですけど、1個目はこちら。1個は前いただいて使ってていい匂いだからリピしちゃったんですけど、これ限定なんですが、はい、ここですね。1本ね45本燃えるっていうものなんですけども、金木犀インセンスっていうやつで10本入りです。10本入りで3000円なので高級めのものなんですけど、これめちゃくちゃいい匂いで、なんか開けた時にまずこの乾いた状態でめちゃくちゃ本物に近いというかいい匂いがして、で燃やすとなんかそのお香らしさというかも相まっていい匂いになるんだけども、これ燃やしてない状態でも私この香りめちゃくちゃ好きで、本当にいい匂いね。なんか限定なのか残念だなと思うんですけど、これはすごいいい匂いなんで、金木犀好きの人にはぜひギフトであげたいなと思うやつですね。私気に入っちゃったんで、なんか他でもなんかアマゾンでも買っちゃったお香。いいですよね、お香。いい香り、なんかジャパンって感じ。ジャパンの夏って感じがして、すごいいいです。で、もう一個はね、このブレンドエッセンシャルオイル買ったの。はい、こちらなんですけど、どう使うかというと、これをね、合わせて使いたいもの買って。で、さらに紹介したんだけど、これ。ちょっと高かった、2万5000円くらいだったんですけど、これなんか、シャレてる人にギフトであげたいなって思うような、ちょっとシャレてるやつで、なんかのデザイン賞みたいなのも取ってた気がするんですけど、これ何かというと、じゃじゃん。わけわかんない。ライト兄弟が生み出しましたって感じのね、プロペラが入ってるわけなんだけど、これ何かというと、よくキャンドルとかでさ、ディプティックとかもそうなんだけど、なんか炎でこう回る、メリーゴーランドに回るみたいな羽をつけれるオプションみたいなの分かりますか？あれの、なんかちょっともうちょっとシャレ散らかしたバージョンみたいな感じなんですけど、やってみましょう、これね。やってみましょうってか、やってみたかったの、私はね。で、こういうプロペラになってるのね。プロペラになっていて、で、ここに、デンジャーみたいな感じで貼ってあるんだけど、これを設置しますとですね、これをここに置きまして、うるさいよ、どうしたの、何、番犬、お怒りだ、静かに。実はこのミニッコキャンドル、よくさ IKEA とかで売ってんじゃん、こういうのがついてきてまして、これをねここに入れて、でこの上に置くのね。で、ここにこのようにやるのね。そしてこちら側のプロペラのね、プロペラの裏側にこんなのがあるんですけど、ここにオイルを、ブレンドオイルとか、ここにアロマを乗っけると、こう熱で温めてこのプロペラが回って部屋に匂いが広がるよっていうもので、何これシャレーシャレーと思って。でも逆にね、こんなシャレすぎてるものがある男子の部屋はちょっとチャラ多そうだから嫌だなとか、そんなことも思いつつも、でもシャレてるかっこいいと思ってちょっと買ってみちゃった。キャンドルっていいんだけど、その部屋だけなんかプロペラでこう広がった方がなんかこうまんべんなく広がるんじゃないかなと思ったんだよね。で、これやってみたかった、金木犀やってみたくて。あ、でもやっぱブレンドエッセンシャルオイルってなると金木犀味はちょっと減っちゃうね。なんか柑橘っぽい匂いな感じになった。これなんて切れればいいんだろうな。特になんて切って書いてないけど、まあ適当、このへこみが溢れない程度に入れて蓋をします。そしたらここに火をつけてみたいと思います。このキャンドルはだから匂いするやつじゃなくていいんだよね。なんか安い20個とかロットで売ってんのあんじゃん。これも便利、カチカチカチってつく。はい、つけました。入れます。で、ここのね、ここが熱くなっちゃうから触らないでくださいっていうもので、3、4分待ちますってことなんで、ちょっと待ってみますね。触らないでくださいって言うと触りたくなっちゃうんだけど、みんな触らないでくださいね。で、3、4分待つと時計回り方向へ羽を軽く押し回転スタート。そうするとアロマをね、こういい感じでこのプロペラが広げてくれるんだ。シャレー、なんか洗いやすそうだからさ、いいよね。なんか石とかで染み込ませちゃうとさ、それ以外のものを使っちゃうとなんか混ざっちゃうけど、これだったら別に綺麗に洗ってねリセットできるから良さそう。あ、熱くなってる。どうだろう、時計回りってどっちから見て時計回りなの。みんな、
でままんの？なんで、なんであな、あなたが熱されたことでままんの？ねえ、かっこいい。なにこれ、かっこいいんだけど。香りが広がってるかはちょっとまだよくわかんないけど。なにこれ、めっちゃかっこいいやん。すごいままるじゃん。あ、でも香ってきたよ。優しい香りだよ。ふんわり、風に乗って、来てるわ。なにこれ、かっこいいじゃん。これ部屋の間接照明をちょっと洒落た感じにしたらよりかっこいいんじゃない？この羽の影が。なにこれ、確かに香ってきたんだけど。めっちゃかっこいいやん。気に入った。気に入った。これ洒落てる人にぜひギフトでいかがでしょうか。好きなオイル使えるっていうのもいいし、ゆっくりこう、なんていうのかな、香ってきてくれるっていうのもいいよね。キャンドル1個の、このちっちゃいキャンドル1個で済むし、すごい良さそう。何より洒落てる。洒落。気に入りました。ということで、これは、ちょっとね、邪魔なんで、少し端にやりながら、皆さんの見えないところで、くる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 しながら、今日の動画は、いい感じの気持ちでやっていきたいと思います。金木犀自体の匂いとしては、全然このお香のやつの方が好きな香りだったけど、とにかくこれが洒落すぎててご機嫌。今日の私はご機嫌。購入品の動画撮った後、部屋がすごい汚れるから、だいたいご機嫌じゃないんだけど、今日はすっごいご機嫌ですね。はい、ということで、めちゃくちゃ洒落てました。良きです、これ。ということで、まだまだぐるぐる回ってるわけですけど、じゃあ生活の木で買ったものは、そう、ついでになくなったら嫌なので。でもこれは別に生活の木じゃなくてもよかった、なんでもよかったんだけど、エコキャンドルっていうやつ買った。10パックの。こういうのさ、売ってんじゃん。IKEA とか。で、いいと思います。多分ね、サイズ大体一緒だと思うんだ。はい、っていう感じでしたね。生活の木で買ったものはこれが全部かな。はい、というわけで、じゃあ次はですね、じゃあゾンアマで買ったものを紹介していこうかな。ゾンアマで買ったのはですね、これあのストーリーで見てていいよって言われて買ってみたんですけど、はい、超炭酸主義。最近炭酸系のタブレットハマってるのでいろいろ買ってるんですけど、これも結構ね、汗かいてよかったかなと思います。10個で2800円だから1回280円ぐらいかな。そんなもんだった気がする。こちらですね。結構大きめのタブレットなんで、私あのアスリートみたいなやつを2玉ぐらいだいたい風呂に入れるんだけど、容量的には同じぐらいかなっていう感じ、ですね。まあ良かったです。でも炭酸系って結構強めのってそれなりにお値段するから、コスパがいいのかと言われると、わからないんだけど、なんかすごく最近は炭酸が好きなので、ちょっとこれもお試しで買ってみました。次はですね、こちらでございます。じゃーん。これいつのなんだろう。ルナソルので、可愛いから買っちゃったんだけど、ちょっと前かな、限定で出てたやつっぽいんだけど、ルナソルのアイカラーレーション EX23 番、ピンク、ポメグラネード。可愛すぎない？これ全部、捨て色なし。かわいい。こういう濃いめのピンクを際にね、ちょっと乗せてあげるだけでめちゃくちゃ可愛くなるから好きなんですけど、かわいい。下のね、2色もすごい可愛いなと思ったマット。上がね、ラメで、下がマットなんですけど、両方可愛いから。ねえ、これ使うの楽しみ。ときめいちゃって、一目惚れで買いました。ありー。ありー。はい、じゃあ次。次はですね、あ、これ。なんで、なんかで調べてたら出てきて買っちゃった。じゃーん。なにこれかわいい。600いくらぐらいだったんですけど、シルワン&ハッシー置き。ワンだけに。ワンだけに。多分これ食洗機も対応してたやつだと思うんですけど、まあこうやってね、置いとくときはこうやって置いてもいいんですけど、こいつ、あの、こう寝ると箸置きにもなるっていう箸をね、持ってて教えてくれてるんですけど、箸置きにもなるから机に上に置いてこうやってもいいし、まあこうやって置いとくとかわいいよみたいなやつ。え、めっちゃかわいいんだけど、と思って買っちゃった。多分、こいつはね、プードル、白プーなんじゃないかなと思うんですけど。もしかしたら、美女プーか、丸プーかもしれないんだけど。ね。っていう、可愛いのがあったんだから、ちょっと安いし。いいじゃーんと思って、買っちゃいました。次はですね、あ、これ。はーい。じゃじゃん。そんなにキャンプ行かなかったから、出番なかったんですけど、こちらはね、イハラの、アウトドアスクリーンってやつで、虫除けスプレーですね。虫除けスプレー系で、イハラだとさ、なんか肌に優しいなっていう感じがするから、あ、いいじゃんと思って買ったの。言ったら、ビアガーデンに行きますよとか、まあ、アウトドアに行きますよとか、ちょっとなんか、カフェとかでもさ、なんかお水が洒落ててあるとことか、ちょっと木が洒落ててあるみたいなカフェだって、やっぱ蚊が結構いるんだよね。私、蚊に刺されると結構、
大きく腫れちゃう体質だからなるべく気をつけてるんだけど、なんかちっちゃいサイズがもしかしてあんのかな。ちょっと持ち歩くには少し大きい感じはするんですけど、はい、ちょっと使ってみたい。これはね、天然由来の成分配合していて、衣類や空間に、空間にもできるんだ。ちょっとシュッシュしてみよう。あー、あら、珍しい。なんかこういう系って発火が、すっごい発火みたいな匂いのものが多いんですけど、なんかちょっとそれとはユーカリっぽい感じの匂いかな、かわかんないけど、なんかローズマリー、ユーカリ、発火とかが入ってるんですけど、そっち系の匂いがブレンドされた匂いがしますね。だからすっごいペパーミントみたいな香りが強すぎる感じではないのであれですけど、まあ匂いはそこそこつくわな。結構やっぱあの強い香り、蚊が嫌いな香りっていう感じじゃない、こういう肌に優しい系のやつは。だから香りそれなりに強いのが多いと思うんですけど、そんな感じ。あ、でもすっごい好きな香りではないかもしれないんだけど、お肌には優しそうなのでね、いいんじゃないかなと思います。え、なんかこれって例えようのない香りなんだけど、そう、ちょっと匂いはあんまり得意じゃないかもしれない。でも優しそうなので使いたいと思います。はい、じゃあ次はですね、ゾーアマではこれを買った。じゃじゃーん、こうなんだね。結構経ってる時間が長かったりもするので、これいいかなと思ったんだよね。炭酸とメントールだって。ポカポカするやつは使ったことあるんですけど、この炭酸のバージョン使ったことなかったんで、どうかなと思って、かな、最近その炭酸のタブレットをお風呂入るとき入れてるっていうのもあるんだけど、どうかなと思って買ってみました。これ使ったことある人いる？大体このメグリズムのパターンって大体いいなと思うものが多いんですけど、これ初めて使います。次はですね、あ、これね、ポンさんがストーリーにあげてるの見て可愛いと思って買ったんですけど、こちら6個入り買っちゃった。はい、天ぷらバスボール入浴剤、これ6個入りで何種類あるのかな。可愛くない？これ天ぷらなんだって。ソーダみたいな匂い、サイダー的な匂いする。天ぷら粉のこのパケも可愛いしね。中に椎茸、さつまいも、エビ、ししとう、ナス、レンコン、レアあんのかわかんない。レアあるんじゃないの、ないの。エビ天が欲しいな。で、これ丸くなってて、入れると中からこうカプセルが出てくるのかなっていう感じ。あ、レモンの香りだって。ソーダみたいな、そういう感じかのやつなんで、めっちゃ可愛いと思って買っちゃったの。全部コンプしたいけど、まあかぶりはあるんじゃないと思うので、楽しみー。なんか面白そうだからこういうのも作ってみたいなと思うんだけど、結構ハードル高そうじゃない。というわけで次はですね、これ前、そう、9点購入品の時紹介して、この色だけなかったって話したと思うんですけど、Amazon に売ってたんで買ってみたんですよね。カラーキーっていうのかな、少し細身で長めのグロスで、これ使って、今日ね、別の色使ってるんだけど、普通に使ってる感じはいい感じで、私が欲しかったのはこの B711 っていうカラーで、ちょっとね、ラメが入ってるやつなの。他のカラーだとラメが入ってるものなかったと思うんだけど、唯一この色だけラメが入ってて、うん、かわいい。ちょっとブラウン味の赤で、ゴールド系の細かいラメが入ってる感じ。ちょっと今つけてるリップの色も濃いめだから分かりにくいかも。結構ティント機能ありますね。今すぐ落としたのに結構残るから、もうちょっと置いてたらよりあれそうだけど、うん、今濃いめだったからあんまり分かんないけど、ちょっとブラウン味になりましたね。うん、いい感じ、かわいい。ほのかにやっぱりラメが入ってるとなんかすごい可愛い感じになるというか、また雰囲気が変わるので、こういうウォーターティントみたいなタイプにラメが入ってるやつってちょっと少ないんですけど、私は意外とラメ入り好きなんですよね。うん、ちょっとツヤンとより見せてくれていい感じですね。はい、良いです。やっぱ711塗ってみて良かったですね。これお気に入りだわ。はい、というわけで、じゃあ次、ちょっと前後しちゃうけど、これが発掘された9点の購入品、ペリペラのハイライトとブラシがセットになってたやつ。なんかブラシも使いやすそうだったからちょっと気になって買ってみたの。なんかすごい磨けば綺麗にハイライトが塗りそうなブラシ。あ、サイズ感もめちゃくちゃいいね。こんな感じで入ってる。これ使ってる人いる？めっちゃいいじゃん。すごいいい感じの。ブラシも結構良さそう。薄めで。うん。肌触りもすごくいいですね。あ、割とカサカサまでいかないけど、カサカサ系。でもこう、なんていうのかな、磨き込んでいくとこう馴染んでいってというか、毛穴に入っていってじゃないけど、いい感じ。ここに乗せましたけど、乗せてみようかな。
うん、やっぱりこういうブラシでのせて磨くのが良さそう。最近あのセザンヌのハイライトにハマって使ってたから、あれに慣れちゃうと、あれってクリームとさなんか粉のほんと間って感じじゃん、からなんかカサカサって感じするけど、うん、かわいい。うん、あ、いい感じですよ。非常に1000いくらぐらいでね、ブラシのこのコンパクトのサイズがついてきて、これならいいんじゃないでしょうか。キラるけどカラー的にお肌に馴染むから、結構でもツヤ感だね、いい感じ。私は本当にキラキラっとさせるのが好きなんだよね。最近やっぱり崩れにくいからマット系のやつが多いので、ファンデだったりで、さらにパウダー重ねるとなんか結構なんていうのかな、一旦のっぺりするから、そこからハイライトとかシェーディングとかノーズシャドウとかでやっぱり立体感出していくのが好きなので、これぐらい結構キラキラは好きですね。うん、いい感じ。そんなにしっとり系ではないんですけど、かといってこう落ちる、粉落ちするっていう感じではないので、ブラシでしっかりのせてあげると良さそうです。あ、よかった、いい買い物ですね。はい、じゃあ次はですね、楽天で買ったものかな。楽天で買ったものがそんなに多くなかったんだけど、1個目はセールの時に買ったんだけど SK2 買っちゃった。 SK2 のね、ウルトラエッセンスのキットみたいなの買ったの。ウルトラエッセンス多分ね、ストックもそろそろなかったと思って買ったんですけど、はい、ジェノプトックスウルトオーラエッセンス。オーラエッセンス好きだけど、ウルトオーラの方がもっと好きです。キリンさんは好きです。でもゾウさんの方がもっと好きですだっけ、なんかそんな感じ。50の方買ったで、2万5000円ぐらいで、プラスあのキットだから、このホワイトニングソースダームリバイバルマスク、こっちと私の大好きな FT マスク、これが一番好きだね。やっぱり一番パックではこれが一番いい。これが好きで、プラスこれもついてきました。ピテラのサンプルサイズの拭き取りのクリアローションと FTE の両方とも30って結構あるんですよね。まあでもびしゃびしゃ系なので、結構2、3回入れ込むやり方でやるのが私は好きなんだけど、これがあると結構持つんで、このサイズ感ね、はい、好きです。いいですね。しかも今だと鼻周りとかちょっとゴソゴソしたりするから、コットンでちょっとね、ちまっと拭き取ってあげてもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで買っちゃいましたね。やっぱ SK2 最高。次はね、珍しい洗剤買ったんだけど、なんかお肌に優しい洗剤買ってみたんだけど、なんかいろいろ調べてるとさ、竹の繊維が結構お肌には優しいって出てくるね。アトピーの人とかが使ってたりとか、なんかどうかなと思って買ってみたんだけど、国産竹から生まれた天然製品 100% の洗濯用洗剤。ちょっとこんなボトルもあったと詰め替えも買ったんだけど、これはね、何ミリ入ってんだろうね。3リットルだ。3リットル入ってますね。ゆすぎの回数が少なくて済むっていうのもあるし、なんかこういうものの方がいいのかなと思って買ってみたんで、まだチビなのでね。はい、っていう感じですね。大人の洗濯物はもう全然アタックって感じなんだけど、子供用とかですね、犬とか。竹ね、重いわ。なんかすごいとろみなくてシャバシャバなね、割とね。はい、で次はですね、もう楽天で買ったものは一旦こんなもんで、何だったっけな、なんか友達がストーリーでいいよって言ってた買ったんだけど、読み方わかんないんだけど、メイドインクリアなんだけど、リセットビタシー美容液ってやつで、割とコスパが良くて良かったよって言ってたのを見て、そこオンラインで買ったんだよね。私は本当に口コミとか広告とかそういうので気になったらすぐとりあえず買ってみちゃうんで、なんかおもろい。クリーム状なの。ビタシーっていうと、もうちょっとなんだろうな、遮光されてて、もうちょっとサラサラした液体ってイメージがあったんですけど、なんかパッと見た感じがクリームっぽい感じじゃない、わかんないんだけど、ちょっと使ってみたいと思います。こんな感じ。こういうの見るとなんか実験っぽくて楽しいよね。アンプルを開けて、アルミキャップ外して、このキャップを取り付けて使ってちょうだいねって感じっぽいね。でここが柔らかいから、ここピュッと押しながら使ってくださいってものみたいなね。ビタミン C 系ね。いやー、夏ちょっと日焼け対策が十分じゃなかった場合、秋口になってから本当に出てくるからね。こういう背中とか、例えば焼いた人だと、ここら辺とかすごい出てきたりとか、やっぱ顔も出てきたりするのでね、夏場はもちろんですけど、秋口もしっかりケアしたいかなと思います。はい、次はですね、どうぞ。セールになってて買ったんだけど、もうねー、寒くなっちゃうじゃんって感じ。フリークストア、かわいい。
薄手でリゾートで着たいよって感じ。裏地がないから透けそうなので中に着てくださいねっていうんだけど、丈感はぴったり。私割りかしやっぱ黒とかグレーとかアイボリーっぽい色ばっかりになっちゃうから、やっぱりね家がないなと思ってたまにはねそういう色物も買おうかなと思って、セールとかで買ったのかな。毎回絶対購入品服入ってくるのね、はい、で次これエイミーのセールだったのかな、なんかこのこういう腕のカットがまっすぐなやつが私は得意なので、あと首が詰まってないやつ、首短いからこういうやつ。丈感はちょうどよかった、マーメイドっぽくなってて、はい、白だけどねなんか裏地がしっかりしてる、そんな透けなそうな感じです。これも早く着ないともう夏終わっちゃうよって感じですけど、はい、で次なんか適当に病院とかで着れそうな黒い生地のワンピみたいなの買った。ちょっと寒いから少し生地厚めので、まあこれからの季節も着れそうっていう、こういうのでこういうでこういうデザインが多いでしょ私買うのを買ったの。ちゃんとポッケもあるわ、こういうやつね大事、こういうのはほんと使えるから冬になったらこういうのの内側に何か着るとかね。で靴下買った、私よくここで靴下買います。このオートミールとチャコールとライトグレーみたいなのセット。そしてザラ、ザラでいろいろお買い物しました。セールになってたんで靴買っちゃった、すごい楽そうじゃない、ウエッジのソールで何でも合いそうな靴、最近白ハマってんですよね。これを買いました、これもセールになってた気がするな、可愛かった。はい、切り替えの黒系が多いので白トップスいいなと思って買いました。かわいい、セール最高。そしてちょっと短かったんだけど、私チビだから意外といけそうと思ったけど、すでにでもこれ引っ掛けちゃって、ここをちょっともうなんかピビってなっちゃったから、それをね気をつけないといけないんだけど、かけといた方がいいね、ハンガーでね、畳んじゃダメだ。ちょっと短めなんですけど、ハイウエストのやつとかなら全然いけるかなと。可愛くない TT シャラシャラ TT 可愛い。これね色違いで黒も買っちゃった、引っ掛けないようにだけマジで注意。可愛いけど、すでにいろんなとこに引っかかってる。可愛いね。で、これも中にインナーを着て合わせようと。デニムとかで着たいなと思って。可愛い。これのままじゃ着ないよ。変態だからね。これも可愛かった。もうなんかこれはアイボリーを飛び越えて黄色なのかな。こういうタイトなワンピース。私マジでねフリフリした可愛いお洋服も着たいなと思う時あるんだけど、ほんとすっきりしたのじゃないとマジでガタイがよく見えちゃうんで、こういうデザインのすっきりしたものが多いです。これすごい可愛かったですね。いやもう真夏の買い物。そしてこれも背中がちょっと開いてるオレンジ、可愛くない？こういうポップな色もちゃんと着てこうと思って、こうさらっと着れるやつね、大好き。こういう楽ちん系セールになってたからいろいろ買っちゃった。これもちょっとトップス短い系なんだけど、羽織があれば別にいけっかなと思って買った。片側がこうなってるやつです。これは長袖なんだけど背中がちょっと開いておりまして、こういう感じ、かわいい。ではね、セールやっててすごいいい感じだったの、ぜひぜひ見てみてください。あとはもう海に行ったら着ようと思ってる、街中では絶対に着ないキラキラの派手派手ワンピ、カバーアップみたいにして着ようかなと思ったね。これはいモルディブね、はいモルディブ確定。海メキシコ、これもね普段絶対街ではね派手で着ないんですけど、バカンスミコノス、服こんな感じ。そして残りわずかになってきました、皆さん安心してください、残りわずかになってきました。はい、ということで残りわずかになってきたんですけど、残りはアットコスメ東京とキャンドゥ。アットコスメ東京では今度お企画でね、アットコスメ東京でちょっと時間区切って買いたいなと思った、お買い物したいな、スペシャルを撮りたいなと思ったから、あまり買うのやめようと思って、気になってるからパックをいろいろ買ってきたのね。アピューマデカソシカシートマスク、これはなんかねパックのコーナー置いてあった。でこれワンウィークデビーセールプライベートケアマスクセット、全然なんか見てなかったんだけど、裏見たらマスク1マスク2アンプルシートみたいな感じでっていうセットが入ってるっぽいね。12でアンプルシートってなってる。週1でいいよっていうものなのかな、なんか使い方が分かりません、書いてあった。
ステップ1、ステップ2、ステップ3だから、ステップ1がなんかよくわからないシートになってて、ステップ2が上で、ステップ3が下みたいな。はぁ、いやいや、余計わかんなくなったら、ちょっと調べます。はい、次はですね、はい、この青試したことなかった気がする。 CNP アクアセラムマスク、大体こう水色系って保湿だよね。 CNP 好きな人多いよね。はい、こちらね。で、次はですね、こちらなんかね、面白いなと思ったのは目元二重設計マスク。確かに目元のとこってちょっと伸びちゃったりしてさ、なんか広くなっちゃうから、補強して広がらないようにしっかり目元の近くまでできるようにっていう設計なのかなと思って、生地自体をね、型を起こして作ってんのかなんだかわかんないけど、カネボーさんですね、フリープラスっていう、私このブランド知らなかったんだけど、気になったんで買っちゃった。シート状美容液マスク、面白いなと思って買ってみました。次はですね、私これは製品知らなかったんだけど、ハクのピーリング、ハクは好きで使ってたりもしたんだけど、これもね知らなかったんだけど、なんかあのパウチみたいなやつが入ってて、それで洗い流すパックというかピーリング、こういう感じ、サンプルみたいなんだけど、これが本製品で、1回目使用して中2日以上あげて2回目使用、中2日以上あげて3回使用で、中2日ぐらい開けて4回目使って、あとは1ヶ月はお休みしてくださいってものみたいな、とか4個でワンクールみたいなものっぽい。面白いね。4回ぐらいならさ、連続でちゃんと続けられそうじゃない？あんまりさ、1ヶ月間毎日使ってくださいみたいな感じで言われちゃうと忘れちゃう時あるけど。そしてパチテスト用もついてます。こっち側に美容液もついてました、サンプルね。面白そうなんでちょっと買ってみた。これ試してみますね。したあと2つ。で、アンドビーのこのスポンジ、ブラックスポンジ、柔らかくて好きなんですけど、これお一人様1個って書いてあったらやっぱ人気みたいねっていうのを買ってきたのと、あとはこれすごい気になった。私スティック状の日焼け止め好きなんですけど、今までは結構ねアビブだったりとか、気づいてなかった、これ資生堂メンだった、メン買ってた。まあ別にメンでもいいんだけどね。メンのクリアスティック UV プロテクター、スティック状日焼け止めの SPF50+ PFO+ です。で、綿だからちょっともしかしたら皮脂に強めなのか、なんかウォータープルーフで結構落ちにくいから、汗とかかいても落ちにくいよって書いてあって買ったんだけど、よく見たらそっちばっかり見てたけど綿だったんだね。中も同じような感じで透明だから、なんか色が響かなくて良さそうなんだけど、香りはほんのりメンソールみたいな感じ。うんうん、ちょっと試してみるね。綿だったんだ、これ私全然ウォータープルーフで落ちにくいっていうところばっかり見てなかったけど、綿いいかもね。確かにメンズの方がだいたいちょっと皮脂に強いというか、物のあれが多いから、そういう意味なのかな。はい、使ってみたいと思います。これダットコスメ東京で買ったものが全部で、じゃあ最後は100均シール買っちゃった。何でいつに使うのか分かんないけどシール買っちゃった。あとこういうちっちゃいなんかジッパーバッグみたいな、なんか割と使うじゃん、これの。買った。で、友達が激推ししてたから、買った。ハマるかな、うち。まずそれもやってみないとわかんないけど。で、次。これすごくない？こんな昔からあった？スチーム調理バッグ。便利じゃん。なんかさ、あの、スタッシャーってさ、結局私、色が染みたり、匂いが染みちゃうからさ、あんまり好きじゃないんだけど、これはね、ディスポになってて、なんかよくコンビニでこういうお惣菜やってさ、立てたままチンして開けますってものあるけど、そういう感じっぽいんだよね。へえ、便利じゃんと思って、もう別に料理すごいするわけじゃないんだけど、いいかなと思って買ってみたの。肉じゃがもきっとこれなら10分でできますよって。ブリの照り煮だったら、500ワットで7分でできますよって書いてあるから、便利じゃない？一人暮らしの人とかでさ、なんか、いろいろ鍋とか使いたくないって人だったら、もうさ、電子レンジ一つあれば本当に何でもできる時代になったかなと思うんで、いいかなと思います。あ、最後に寄せた、これ結構気に入ってんだけど、じゃじゃーん、ニューバです。これも今月買ったんですけど、ニューバのこういうやつ。あ、本当はウーフォスが最近さ流行っててさ、なんかすごいいいって言うじゃん、からそれを買いたかったんだけど、私のサイズが売り切れてて買えなかったんだけど、似たようなのがあったから買ったの。すっごい軽くて履きやすくてめっちゃいいです。今なんかこういう素材のサンダル、こういう形のだったり、あとまたクロックスが再ブーム来てるよね。なんか海外のセレブたちで流行ってまた日本に来てるかなと思うんですけど、またこっち系が流行ったんで、いいね、楽で、軽くて楽でトレンドなんですってドヤ顔して、こういう楽なサンダル履けるのは非常にいいので、はい、
ニューバも良かったです。ニューバなら買えそうだよね。ウーフォほんと買えないんだよね。アメリカ国内に送りますね、あっちゃんの。US のサイトだと。で、日本のサイトだとサイズがないんだよね。なので、これも良かったです。はい、というわけで、終わりました。最後まですごい部屋がいい香りで、ご機嫌に終わったわけなんだけど、こんな感じでいろいろ買いました。私的にはこの白のピーリングすごい気になってるのと、まあパックも気になってるのもいろいろあるし、天ぷらのバスボムも入れたいと思ってるところ。かわいいよね、天ぷらって。こういうなんか食品サンプルみたいなの文化って日本っぽいなって思っちゃうんだけど、まあそういうのも買ったし。まあお洋服は基本セールで、まあそんな感じだったんですけど、なんかリゾートに行くとか、夏みたいなものが多くて、秋の準備が全然できてないからっていうところもあるんだけど、去年もさ10月ぐらいまでだと半袖着てた覚えあるんだよね。まあ、なんだかんだ今年も結構まだまだ暑いんじゃないかななんて思ってるけど、突然やっぱ10月とか11月ぐらいになると寒くなってくるのもあるので、皆さんアウターの準備はそろそろしていただけたら良いんではないかなと思います。というわけで、あーまた部屋がぐっちゃぐちゃになっちゃったということで、この後またねお掃除開始していくわけなんですけど、そんな感じで最近のいろいろ買った購入品はこんな感じでございました。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。